みたいだな。これだけあるとざっと100億円ってとこか。これ全部僕らのものなんですか？まさか。時効過ぎてるとはいえ盗品だぜ。まあ今さら持ち主が見つかるとは思えねえけど。持ち主ならここにいるぜ。どうやってここまで？あれ式の仕掛け、大盗賊の俺様にとっちゃ何ほどのこともねえわさ。やっと追いついた。親分ひどいっすよ。俺を水に沈めて飛び石にするなんて。ああ死ぬかと思った。偉い親分だね。やがむじ、クライマックスなんだから細かいことで水差すんじゃねえ。さーて、ここまで道案内してくれたお前らにはひとまず礼を言っとくぜ。しかしここまでだ。そっちのガキもお宝が見つかっちまえば用なしさ。いろいろとコケにしてくれたが、子供だからって容赦しねえ。魚の餌にしてやるぜ。親分、それじゃまるで悪役のセリフっすよ。あのな、悪役なんだ俺たちは。コメディアン役かと思ってたけど。いい度胸だメガネのチビ。てめえから海に叩き込んでやる。待った、おじさんたち、宝物が取れなくてもいいの？なんだと？よく見てよ、この宝まだ鉄格子の向こうだよ。手に入ったわけじゃないでしょ。要するにこの鉄格子にもう一つ罠が仕掛けてあるってことさ。わかる？てやんで、そんな脅しに乗る親分じゃねえや。親分、一応度胸のあるとこ見せてやってくださいよ。あのな、てめえは何も考えねえで無邪気にえばり散らすんじゃねえ。坊主、てめえはこの鉄格子外せるのか？まあね。よし、やってみろ。うまく外せたら無事に逃がしてやる。下手な真似はすんじゃねえぞ。どうせあいつら宝を手に入れたら俺たちを無事に返さないだろう。さてどうしようか。ここだ。わざとここに違う石を置けば、おそらく。ここには正しい石を置かなきゃな。ここには正しい石を置かなきゃな。海水浴さ。なんだ、よかった。
じゃあ宝物も全部海の底に？ああ、おじいちゃんの宝物、悪いことしちゃったな。いえ、これでよかったんですよ。その手の届く場所にあれば騒動の原因になるだけですから。おじいちゃんもこれで肩の荷が下りたんじゃないかと思います。ありがとう、コナンさん。そっか、そうだな。